水俣湾と窒素水俣工場の位置関係。1932年から1958年まで、水俣工場から排水路を経由して百健港に、排水が流された。1974年の水俣湾。国土交通省国土画像情報をもとに、作成水俣湾は、熊本県水俣市にある湾。水銀汚染の食物連鎖で起きた、公害病である。 水俣病が発生したことで知られる。水俣湾は八代海に面した小さな湾で古くから良質の漁場として知られ、漁業が盛んであった。しかし、新日本窒素肥料水俣工場からのメチル水銀を含む排水によって汚染され、水俣病が発生した。そのため、1958年8月に熊本県は水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連島へ。 指導通達を行い、以降、水俣湾で漁業が行われなくなった。その後、1974年に、熊本県は水銀汚染魚の拡散防止のため、水俣湾に全長4400メートルの大型仕切り網を設置し、汚染魚の捕獲が行われた。さらに、水質改善のため、大掛かりな春節及び、埋め立て事業が行われた。以降、熊本県は魚に含まれる、 水銀量を定期的に調査していたが、1994年10月に国が定めた暫定基準を下回ったため、1997年7月に安全宣言が出され、同年10月に仕切り網が撤去され、漁業も再開された。2008年現在では、水俣湾は透明度、汚れの度合いが大幅に改善され、熊本県でも有数の綺麗な海とされ、海水浴も 全く問題がなくなっている。しかし、汚染魚の捕獲により、湾内の魚が激減し、水揚げ量は前世紀の1、3程度である。国立水俣病総合研究センターでは、水俣湾の環境調査を行い、年報を通して、毎年研究成果を公表している。平成24年度版の年報における、水俣湾水環境中に存在する水銀の胴体と、 その影響に関する研究。さらに、低成生,生物及び低生魚の飼育試験による、低質岩有水銀化合物の移行に関する研究では、東京湾低質中の総水銀濃度が0.43マイクログラム G であるのに対し、水俣湾低質中では3.7マイクログラム G と高い域よりも高い値であると報告されており、今なお、水俣湾の低質水銀濃度は、 東京湾の8倍以上高濃度で蓄積されていることが確認されている。ありがとうございます。